こんにちは。今日は2021年ディオールのクリスマスコフレをご紹介いたします。今回は10月15日に発売されたこちらのパレット2つをご紹介していきたいと思います。非常に可愛らしくて、そして内容がとても使いやすいもので、これは絶対今年手に入れたいなと思っていたクリスマスコフレの一つです。こちらはエクランクチュールマルチユースパレット。こちらの中身はじゃーん、中は、ディオールのサングクルールクチュールとチーク、そしてハイライト、そして4つの口紅がついております。すごいゴージャスじゃないですか。しかもどれも使いやすい色かなと思います。特にこの真ん中のサンククルールクチュールは本当癖がなくて、すべてブラウン系で、非常に使いやすい、オフィスでも活躍するような色なんじゃないかなと思います。そしてこの口紅も、ディオールのね、クリスマスによく出てくるこの赤色もあるんですけども、こういった使いやすいローズもあるので楽しみなコフレになっております。そしてこちらはエクランクチュールアイパレット。こちらは5色のアイシャドウが入っております。中身はこんな感じになっています。こちらも非常に使いやすいパレットになっています。こちらはモンテーニュの30番地。これはメゾンディオール発祥の地ということで、今回ねアイシャドウにもこちら結構使われています。今回購入しなかったクリスマスコフレの中にこういったデザインも取り入れられていて、キーワードになっているんじゃないでしょうか。そして今私がメイクしているのはこちらの大きい方のパレットでメイクいたしました。こちらの色を使っていったんですけども、使いやすくて自然なナチュラルメイクができました。口紅も赤色を選んだんですけども、そんなに、パキッとした色味でもなくて非常に使いやすいんじゃないかなと思います。それでは早速メイクしていきます。まずアイシャドウからつけようかなと思います。ちょっと付属の筆がもうあまりにもちっちゃいんですよ。チップはまあまあこれでもいいんですけど、まあ、これ多分リップですね。ちょっとちっちゃすぎるので、自宅にあるいつも使ってる筆を使っていきたいと思います。ちょっと大きいので塗っていきます。まずは一番右上のこれを全体的にアイホール塗ってから、締め色は一番濃いこの茶系を使っていきたいと思います。あと中間色はこの辺の茶色を少し混ぜながら使っていきたいかなと思っております。結構無難な色で肌なじみがいいので、これはしっかりつけても問題ない色ですね。ホール全体に塗っていきます。はい、そしてまたちょっと大きい筆で今度は薄い茶色を、取っていきたいと思います。この左下の茶色を取ります。これしっかり筆にとっつけたんですけども、もうすごい自然なブラウンです。使いやすい色かなと思います。反対側もつけていきます。これはオフィスでも使えそうですね。華やかな目元というよりは、まあ、しっかりとしたブラウンの目元が出来上がります。はい、そして締め色はこの細い筆で一番濃い色とっていって、で二重のこのラインの際に塗っていこうと思います。どちらも自然なブラウンなので簡単にグラデーションができます。あまりねこうメイクのグラデーション得意じゃないよっていう方でも、どの色とってもとても自然なアイホール、そして締め色でとても自然な目元が作れそうです。そして下まぶたにはこの左上の薄い茶色を置いていこうかなと思います。この目の際に置いていきます。せっかくなので5色全部使っていきたいなと思います。ややね黄色っぽい気もします。この下の茶色よりはちょっと明るくなっています。ちょっと明るい茶色ですね。はい、そしてこの真ん中のキラキラは指で取って上のまぶたに置いていきたいと思います。このあたりにやっぱこうクリスマスコフレっていうことで、私はラメ感が
ある方がクリスマスコフレは好きなので、こういうねちょっとキラキラしたものがついてると、ああ欲しいな、買ってよかったなって思います。発色いいですね。ゴールドっぽいけど結構ベージュに近いので、そんなにここだけが浮くこともなくて、この非常に使いやすいラメかなと思います。他のアイシャドウとも組み合わせしやすいんじゃないかなと思います。さっきの細い筆で下に明るい色を持ってくると白目が明るくなるのでおすすめです。はい、完成しました。今アイライン引いてないので、ここからは自分の手持ちの中のアイラインを引いていきたいと思います。はい、アイラインとマスカラを塗りました。次にチークを塗っていきたいと思います。こちら結構なピンクなチークなので、私は普段使ってるのに近いこちらのチーク塗っていきたいと思います。この右端はすごく発色良さそうですね。ディオールのチークってそもそも発色いいんですよね。単体で売ってるものもしっかりつくので、筆に取るのはほんの少しにしています。今でも結構発色してませんか？あー、ちょっとねこちらのピンク使うの怖いいつもね、あーつけすぎたって思っちゃうんですよね。まだ結構自然ですね。もう一個じゃあちょっとこのピンク試していきたいと思います。まあ、せっかくなんでね、どれぐらい色がつくかちょっと試していきたいと思います。まあ、これぐらい、あ、結構ついてる。あ、結構ついてますね。さっきの方が使いやすいんですけど、チークをねポイントにしたいっていう方はこちら混ぜて使うのもおすすめかなと思います。ちょっと頬の高いところにね、こう明るく見せるこのピンクで顔色はかなりよく見えるんじゃないでしょうか。でも私はやっぱりこの最初塗った方が無難で好きですはい、では次にハイライトを塗っていきたいと思います。もうほんとこのパレットは一つに全部が収まってるので非常に使いやすいんじゃないかなと思います。このアイシャドウも全部使いやすかったですし、チークもねこう混ぜるとそこまでこのチークもそんなに強くないですし、使いやすい色だけど違う色が入っていて非常にいいんじゃないかなと思います。ではこのハイライト使っていきます。ハイライトでもねそんなにこれ白くないですね。ゴールドっぽい色でちょっとラメが入ってます。ちょっとしっかりとって、ちょっと私はこの大きい筆でふんわり塗っていきたいと思います。あ、結構ついてますね。ちょっとゴールドがこの辺にラメが結構入ってます。もっと細い筆でやったらどうなるんだろう。あんまり、あ、これでいこうかな。これ結構細いんで。ちょっとこれね、あんまハイライトの筆じゃないんですけど、しっかりちょっと鼻のところはこの筆を置いていきたいと思います。あ、結構ゴールドですね。ツヤ、見えますか？あと、この方の高いとこ目元も乗せていきたいと思います。今回の、アイシャドウが真ん中がこのラメのこのね真ん中のスタンがラメのゴールドだったので、このハイライトはとても使いやすくてアイメイクと相性がいいように思います。いつも使ってる、クレドポーのねハイライトはもうちょっと白っぽくて非常にこう明るさが集中するんですけど、これは血色が良くなる系のハイライトです。肌にゴージャス感をもたらしてくれます。やっぱクリスマスコフレなんでこういうラメ入りのものってすごくいいなって思います。次にリップを塗っていきたいと思います。さっきねこのハイライト取ったら結構こんなんが散りましたもうすごいねパウダーが細かくて、結構ねしっかりつくハイライトですね。はい、今回塗っていくリップはこの4種類からちょっと迷ったんですけども、私はまあ本当はねプライベートに塗るのでこの一番端のこういうね無難なローズっぽいのが好きなんですけども、今回はやっぱりディオールのカラーっていうと例年クリスマスコフレは真っ赤な口紅が出てたり、あとアドベントカレンダーもこういったね赤い口紅結構入ってるんですよ。マットとツヤと両方去年入ってましたし、やっぱりこういうね赤がディオールらしいので、せっかくなので今回はこちらをチャレンジしていきたいと思います。リップブラシはこの付属のものを使っていこうかなと思います。こちらあんまり変わらないですね、両方一緒かな。はい、この赤色を
しっかり取っていきたいと思います。どんなぐらいの赤なんですかね。ディオールの赤だいたいほんとパキッとした赤が多くて、あ、そうそうそう、こういう赤、もう朱色でもピンクでもなくがっつりとした赤です。このリップブラシはやっぱ付属のブラシなんで、あんまり使いやすくないので、お手持ちの中のお気に入りのブラシがあればそれつけてもいいのかなと思います。やっぱこう筆が先がちょっと細いので、塗っても塗ってもね、結構色を持っていきますね。こういう風にね、持っていっちゃうんで、何度か細かくすくって唇の形にするのがいいかなと思います。まああんましっかりつかないですね、やっぱこのブラシだと。もう安全といえば安全ですけど。はい、ということでこんな感じです。そんなにね、どぎつい赤じゃないですよね。もっとしっかり取れば、ほんと、すごい赤だと思います。いつものね、口紅のままこう直接塗ると、もっとこれパキッつく赤かなと思うんですけど、やっぱリップブラシで取ると、このブラシがね、そんなにこう、たくさん取れないんで、まあ、つきすぎず、まあ、ちょうどいいのかなという感じもいたします。はい、こういうメイクに仕上がりました。それではこちらの、エクランクチュールアイパレットでメイクしていきます。こちらは、はい、筆がさっきのマルチパレットよりも長くなっています。これだとメイクできそうですね。さっきのね、パレットすごい短かったんで、手持ちの筆を使いましたが、まあ、これぐらい長さが違います。チップのサイズはあまり変わらないんですけど、やっぱこのね、持ち手が長くなってブラシが大きくなると、あ、しかもこれ両方チップだ。ブラシがついてるとアイメイクしやすいんじゃないかなと思います。今回はこちら使ってまいります。それでは色を試していきたいと思います。まずはこちらのラメからスタートしていきます。あ、結構指で触った感じだとしっかりとしたラメの粒を感じます。結構ラメ自体は大きめです。はい、そして今度はこちらの薄いベージュを塗っていきます。あ、結構薄いですね。これは目の全体、ホール全体塗っても、全然違和感ないんじゃないでしょうか。使いやすいだと思います。はい、そして今度はこの真ん中の茶色を塗っていきます。これが一番締め色に使われるんじゃないでしょうか。そして今度は隣の茶色の色を塗っていきます。この中間色かなって思ったんですけど、でも本当これちょっと色が結構薄いので、これもでも締め色に良さそうですね。これホール全体塗って、こちら締め色に使うのもいいんじゃないかなと思います。そして最後、このテラコッタの色を塗っていきます。あ、これ結構可愛いですね。すごくこれ華やかな目元になりそうです。こちらは非常に使いやすそうで、あ、でも全部使いやすいかな。肌なじみがいい色になっております。では、さっきのパレットになかったこちらのね、一番、左端のこのテラコッタっぽい色を使ってメイクしていきたいと思います。これを、メインの色にしていきます。アイホール全体では、さっきと非常に似てるんですけども、この薄いベージュをアイホール全体に塗っていって、そしてこれを次に塗っていきたいと思います。じゃあこの筆で取っていきます。テラコッタは結構しっかりつきそうなんで、アイホール全体はこちらで伸ばしていきたいと思います。はっきりは色つかないですね。これ結構塗っても大丈夫です。あー、でもやっぱこういうの使いにくい。もう自分の家の大きい筆が慣れてると、付属の筆はどうしても使いにくいですね。そして、今度はテラコッタの色を塗っていきたいと思います。それもこの筆で塗っていきます。結構つくかな。あ、こんな感じです。ちょっと華やかになりました。とても肌なじみのいい色だと思います。ブラウンでもなくブロンズでもなく、ほんとオレンジっぽいけどちょっと落ち着いた色で、ブロンズとオレンジの間のような
色をしております。さっきのパレットいなかったので、ちょっと新鮮ですね。結構アイホール全体この辺まで塗ってもいいかもしれないです。ここから締めのブラウン塗っていくので、これ結構広めに塗っていってもいいんじゃないかなと思います。はい、そして締めのブラウンはこのチップで、反対側のチップで取っていきたいと思います。これは、そうだな、なんかこの真ん中の茶色やっぱ使いたいなと思います。で、目の下の、そうですね、下まぶたには使ってないこちらのブラウンを使っていって、またアイホールの方にラメはこれを指で置いていきたいと思います。こちらをチップで塗っていきます。結構チップなんでしっかり色がつきそうなので、ちょっとだけ取ってこの目の際に塗っていきます。あー、これしっかり色つきますね。私のこのちょっとしか取ってないチップでもこれだけ色がついてるので、結構色が、発色はいいと思います。このテラコッタとブラウンすごく合いますね。とても綺麗なグラデーションができました。さっきのパレットのグラデーションも好きですけど、華やかさはやっぱこの明るいテラコッタがある方が華やかに見えると思います。さっきは本当ブラウンが多かったですよね。薄いブラウンが多かったと思います。このチップは使いやすいですね。この長さはちょうどいいと思います。これだったら外出先でも使えるかな。さっきのは本当ちょっと短くて、やっぱそこにはちょっとね、重きを置いてないなっていう感じはいたしました。そして今度こちらの、ブラシの方で、この下まぶた塗っていきたいと思います。やや濃いブラウンなので、この目尻を中心に塗っていきます。おー、結構引き締まりますね。かっこいいメイクになります。あー、結構この色も好きです。これもね、締め色のここにも使えるんじゃないかなと思います。このブラウンをベースにしたメイクだと、これをまぶたの上にもね、十分塗っていって綺麗なメイクになるんじゃないでしょうか。はい、そして最後、このラメの部分を指で取って塗っていきたいと思います。もう結構ラメ大きいです。さっきのラメよりもね、大きいですね。さっきのパレットのラメよりもしっかりしてます。お、すごーい。この色好き結構つきます。あ、さっきのよりも、なんか一個一個のラメも大きいですし、発色もいいです。もうまさにこれクリスマスコフレです。もう私が思ってたね、クリスマスコフレっていう色合いです。このテラコッタ、そして大きめのゴールドのラメ、非常に華やかなメイクが出来上がりました。はい、こちらのパレットはこれだけなんですけども、さっき4種類あったこのリップで塗っていない色を今回合わせていきたいなと思います。一番好きなこの色をチャレンジしていきたいなと思います。これはもう今回ね、目が結構華やかになったので、口紅はやや控えめな色を選びました。目と口紅両方ね、華やかでもまあいいんですけど、ブラウン系なんで、でも今回はこの目のラメを十分に活かしたいなと思って、自然の唇に近いこの色を選びました。あ、やっぱりこれつきにくい。このブラシをなんかもうちょんちょんちょんとしてる感じなんで、もうべったり塗りたいです。本当はしっかり塗ったら結構かわいいですね。いや、透明感のあるピンクかなと思います。ピンクといって、まあローズですね。はっきりとしたピンクはその隣の色になっています。このチーク塗ると結構似てますね。はい、このような色になります。目とのバランスもいいんじゃないかなと思います。とっても可愛いパレットです。今回の2021年ディオールのクリスマスコフレはどれもとっても可愛くて、もう見てるだけでテンションが上がるようなラインナップでした。サンククルールクチュール、まだ持ってなくて使ってみたいなっていう方にはこのパレットいいとこ取りしてるので非常におすすめです。そしてもっと華やかな目元で、冬を楽しみたいっていう方はこちらの方のパレットがおすすめなんじゃないかなと思います。このゴールドが華やかで、他のね、カラーとも合わせて使えるので、とても使いやすいなと感じました。
今回なんとこのディオールのクリスマスコフレ12月にクリスマスのプレゼント企画の時に3名様にお渡ししたいなと思っております。こちらの大きいパレットが1つ、そしてこちらの小さいパレットを2つ、計3名様にこのプレゼントをご用意しております。また12月の動画も楽しみにお待ちください。それではまた。